どうも皆さんこんにちは、ケンジでございます。本日ですね、はい、というより GU で今の季節から使えてなおかつ夏にも大活躍してくれるアイテムを合計4点購入してきたので、今日はそちらを皆さんにご紹介していくんですが、今日ご紹介するものね、結構レベルが違います。というのも良さとかクオリティの高さとかそういう話ではなく、ファッション性です。ファッションのトレンド性だったりとか感度の高さがちょっとね、理解できない方は理解できないと思う。ただ今回ご紹介するアイテムを、あ、いいじゃんと、かっけえじゃんと思ってくれる方は、え、それほんと GU なんだ、 GU でそんなもの作り始めたんだ、え、なんか GU の企画の人変わったみたいな、去年よりも一昨年よりも今年の雰囲気違くないみたいな印象を持たれる方かなり多くいらっしゃるかと思います。それぐらいですね、今回の GU のアイテム、まあ、賛否両論あるかとは思うんですが、ちょっとね、僕の気分に当てはまったものを、皆さんにご紹介していければなと思います。では早速いってみよう。サブタイム、はい、というのは本日は今 GU で様々なアイテムがめちゃくちゃにリリースされているんですが、そうした中で無類の服好き僕源氏がですね、購入したアイテムを今日は徹底的にご紹介していきたいと思います。ということでいいですか皆さん、もうすでに袋から開けてラックに並べちゃいました。ご登場していただきましょう。今回購入したアイテムがこちら、てれー、じゃらららら、らなんですか、なんですか、なんですかっていうことなんですけども、これ合計3種類のアイテムがあるんですが、まずですね、1点目がこのベストですね。まるでこうポリプロイドのアイテムをサンプルに作ったんかっていうぐらい、まあ、非常に、まあ、今結構ねこういったベストが春といったらやっぱベストなところあるので、いろんなブランドさん、そしてリムからも、そしてリドムからも出ているんですが、 GU からも少し感度の高いちょっと攻めたベストがね展開されていたんですよね。でなおかつ同素材で半袖のジャケットとスーパーワイドなセットアップがリリースされていたんですよ。でこの色味となおかつこの中もですね、同じ素材と同じカラーで組み合わせられるので、究極3つを同時にセットアップとして使えちゃうんですね。やばくない？いや難しそうとか、いやいやいや現実さすがにと思うかもしれないじゃん。ただセットアップはもうすでにそのレベルまで来ちゃっているんです。結構ねレディースとかで中に着ているワンピースとその上に着るジャケットとか、あとは中に着るインナーとパンツとアウターもとかシャツも同素材で作るみたいなブランドさん結構多いので、結構ねあの発想の元はレディースの方から結構流れてきてると思うんですよね。全部一緒の生地に作っちゃおうかみたいな。この色味がね、去年僕オーナリーでこちらの半袖のシャツを購入したんですね。でその頃はまだグリーンっていうのが、まあ、あんまり浸透してないかなって感じがあったんだけど、それが去年は少し早かったっぽいんですが、あとリドムからもね青のシャツとかを去年の段階からリリースしていたんですよ。ですごくねご好評いただいたんですが、ただなんかその去年めちゃくちゃに人気があるようなカラーだったのかというと、その他のカラーの方が人気だったんですが、今年ねリドムで、まあ、3色の T シャツリリースしたんですよ。で安定的に白も人気だったんだけど、青がねなんなら白を超えるぐらいかなり人気だったんですよ。っていうところからもこういった明るめのカラーってコーディネートだったりとか挑戦する勇気が必要なので、あんまりこう GU からはリリースされてこなかったんですよ。それはなぜかというと GU はマスに大衆向けに売っているからこそなんですが、今みんながこの YouTube、 スマホやパソコンやテレビで繋いで見てるからこそ、皆さんね全員おしゃれになってきてるの。ほんと今のね若い人ほとんどおしゃれ、言葉変かもしれないけど、この色でも難なく着こなせちゃう方が多くなってきたんじゃないかなっていう感じがあるんですね。なのでウィムとかリドムでも安定的なベーシックなカラーもありがたくもお買い求めいただけるんだけど、結構ねおしゃれな踏み込んだカラーとかも結構安定的に皆さんにねお買い求めいただけてる状況なんで、今年ペールトーンが流行っていたり、カラーパンツ原色のね赤色だったりとか原色の青色のねパンツも流行っているんですけど、結構みんなカラフルにファッション楽しんでいるなという印象があるんですね。なんで僕も2年前とか3年前とかだったら黒のパンツで落ち着いていたところが、今年で言うと白のね明るいパンツだったりとか少し明るめのカラフルなチェックシャツなど楽しんでいる中で、前置きもいいよ、これねめちゃくちゃ良かった。早速ね一気に着用してご紹介しましょうか。では画面切り替わったらいきなり来てます、せーの、
はい、ということでいかがでしょうか。めちゃくちゃねおしゃれなんだよね。なんかやっぱ確かに中にはいやちょっと難しそうと思う方もいると思うんですが、今ですねセットアップがトレンドでファッション系じゃないエンタメ系の YouTuber さんでももういろんな方がねこうセットアップを着用しているように上下同じカラーで同じ素材で着るというコーディネートはもう僕らは見慣れてきたし、もちろんかっこいいんですね。だからこそ夏シンプルになりがちな中でここまで徹底して色彩だったりとかアイテムの形をですね変化をつけていくとより皆さんの独自性のあるおしゃれなコーディネートが出来上がると思うんですね。でそんな時にこのグリーンめちゃかわめちゃかわですよ。ただ T シャツの上にねベスト着てこのシャツジャケットを着るってなってね結構暑いところはあるので、本当に炎天下にさらされた夏とかはベストとシャツジャケットを合わせるのはね厳しいかもしれませんが、程よく28度とか29度ぐらいの時なんかはこれぐらい思い切ってポイントしちゃってもいいのかなというふうに思います。でパンツに関してなんですが、商品上の高身長のねモデルさんが着用してるやつを見るとアンクル丈でツルツルテンな印象かもしれないんですが、僕がですね腰元で履くと、まあ、ワイドさんツルツルテンというよりかはフルレングスぐらいの着丈で着れるので、アンクル丈がちょっと飽きてきちゃったなって方もそこまでアンクル丈な着丈ではないので、ハイウエストで履こうと思ったらタックインスタイルとかにちょっと向いてないんだけど、タックインスタイルを特段しないよっていう方はこれぐらいの着丈で全身セットアップで楽しむのがいいのかなというふうに思います。これねいろんな楽しみ方できるなと思って、はい、というジャケットを脱ぎました。いかがでしょうか。シャツのセットアップを考えている方も中にはいると思うんだけど、ただベストとパンツのセットアップスタイルもこの夏結構ねやっちゃってもいいんじゃないかなと思えるようなそんなコーディネートですね。まあ少しだけレディース感が強いんだけど、男女の壁がファッションでなくなってきているので、こういったスタイリングも僕的にはありかなと思います。このバッグにするとちょっとよりレディース感強くなるんで、ちょっと待ってね。はい、ということでまあウエストバッグとかを、まあ、斜め掛けすると女性チックなコーディネートよりも、まあ、メンズライクなコーディネートになるので、ボディバッグとかに変えてみるとかもいいかもしれません。で中にはですね皆さんの中でいやそこまで攻める人はそもそも GU で買わないよという方も中にはいると思うんだけど、今回の動画はおしゃれしたい、もう一歩その先行った他にはないコーディネート、今までしてこなかった今年ならではのコーディネートがしたいんだ、そのためには今までの GU やユニクロに売られてるようなアイテムじゃコーディネートができないから他のブランドで購入したい、ただ他のブランドは何と言っても高すぎる、2万円3万円ふざけんじゃねえと、1着2000円3000円以内で何とか買えないのかっていう方々がプチプライスで攻めたスタイリングをできる、それが今の GU なんで、ぶっちゃけすげえなっていうふうに思いました。このベストがすごい、このベストがなかったら結構割と普通になっちゃうかな。いきます、せーの、はい、という、来ました。いかがでしょうか。結構ね、こういったデザイン性があるアイテムなんで、中のね、組み合わせは、ほんとシンプルな白 T とかの方がいいかなというふうに思います。結構その中に、ハーフジップとか合わせてる画像がサイト上にあったような気がするんだけど、それを合わせてしまうとね、結構トップスで、いろいろこうごちゃごちゃやってるような印象になってしまうので、スッキリと、このセットアップは楽しむのがいいかなと思うのと、あと少し肩を抜かして着るのがいいかなと思います。皆さん、夏想像できてます。めちゃくちゃ暑い、夏って。半端じゃなくて、その時に、開放的なファッションサイズいう方はですね、ぜひ今回のアイテム真似てみてください。 GU といったら4、5年前というか3年前ぐらいの優勝だったら安いのは分かんないけど生地がペラッペラだったりとか、安いからこそ我慢して素材は妥協するみたいなイメージ感だったと思うんだけど、今回ご紹介してるアイテムに関してはコットン45のレイヨン55なんだけど、全然そんなペラッペラの素材感ではなく、むしろ暑い夏にしっかりとタフな風合いでありながらどこか触り心地だったりとか着心地だったりとか、あと肌触りがレイヨンならではさらっとした風合いで、なおかつシルエットも太いシルエットに対して綺麗な落ち感が出るような素材感で申し分ないですね。これが国内のデザイナーズブランドで展開されていたとしても、まあ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 って感じがありますね。でそうした中で黒のベストも買ったのでそちら着用していきたいと思います。それがこちら。はい、ということでいかがでしょうか。黒のベストにカラー違いの先ほどの同様のパンツで、下に着ているのがオーシバルのボーダーのトップスでございます。攻めてはいるとは思うんですが、このアイテムを購入したいと思う方がそもそも普通のコーディネートじゃ嫌だと、パンツのシルエットも細いものよりも太いものがいいんだ、イコールコーディネートもちょっと遊びを入れていた方が好きな方に向けてコーディネート組んでおります。どっこいしょ、ということで、結構ねこのボーダーの横のラインをこのベストがあえてこう
抑えるような形になっているのも絶妙なね購入とかなというふうに思いました。はい、あとは今年のトレンドに合わせて袖口もですねかなりがっぽりと広く取ってくれているので、これかなりアームが太いアイテムなんですが、それでも窮屈になることなく着用してきてかなりいいなというふうに思います。いかがでしょうか。だからジャケットに関してはセットアップで合わせるのがベストかなと思って、なんかそれ他のアウターだけで合わせるのはなんかちょっと避けたいかなと思うので、他の組み合わせ方いきましょう。それがこちら、せーの、はい、ということでいかがでしょうか。はい、ベストを JW アンダーソンのプレミアムリネンシャツと新作のねシャツと合わせて、色味はですね先ほどまではグリーンで合わせていたと思うんですが、アースカナーのブラウン同士で組み合わせたコーディネートでございます。ベージュ、ブラウン、ブラック、ブラック、なんで結構きれいめで落ち着きのあるコーディネート好きな方とかはこちらのコーディネートかなり好きなんじゃないかなっていう印象がございます。でこれどちらかというと今きれいめな印象で合わせていると思うんですけど、結構汎用性が高いアイテムなんで、そちらね着回していきたいなというふうに思います。結構ねウェア立ちをガンガン今したところだったんですが、分かっていただけたでしょうか。さっきね撮ったんだけど、ちょっと感度の高い攻めたスタイリングなんだけど、白のバギーパンツにグリーンのベストを合わせたコーディネートがこちらでございます。いかがでしょうか。これもね結構好きな方は多いんじゃないかなっていうように、価格がねめちゃくちゃ安くて、ベストに関しても1690円という半端じゃない価格でありながら、この着回しのしやすさ、そしてこのスタイリング力めちゃくちゃいいね。じゃあとねいいなと思ったのが、ここにポケットが2つあるんだよね。結構見えづらいと思うんだけど、このポケット2つがあるからこそ、なんか例えばエアポーツだったりとかコンビニのねレシートとか、なんかいろいろとこう実用的なのもいいなというふうに思いました。今回3つご紹介してんだけど、一番ベストがね僕の中では満足度高い。で次にパンツで、3つ目に、まあ、余裕がある方はケツジャケットを選んでもいいかなというふうに思います。ただね半袖のあの形に対して僕は好きなんですけど、苦手に思う方も中にはいそうかなってところで、5月にリリースされるウィムのねセットアップのシャツのアイテムが好きすぎるので、ちょっとそちらの方が僕個人的には好きだし、みんなもぜひね共感してくれたら動画そしてそのアイテム楽しみに待っててください。ということで次の着こなし方ご覧いただきましょう。それがこちら。はい、ということで受けは悪そうなんだけども、夏にね柄シャツの上なんかに合わせちゃってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。オープンからちょっとね襟をねグリングリに出してるんで、好き嫌いはね結構分かりそうな印象ではあるとは思うんだけど、少しだけ提案してみました。襟をしまうとこんな感じですね。かなり V ネックのねこのキザな感じがより強調されるんで、このベストの可愛らしさと中和してくれるかどうかって感じはありますけどね。このブラウンのパンツいいな、めっちゃ好き。このブラウンのパンツ、ビムのパンツなんですけど、下の概要欄にリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。はい、そして最後にですね、少し攻めたスタイリングだと思うんですが、綺麗めなコーディネートもいいんですが、まあ、最近結構カラーパンツだったりとか原色使いのアイテムもちらほら見かける中で、グリーンのですねアイテムと合わせてみました。で多分ね今年的にはパールネックレスとかねつけると多分ねよりちょっと中性的な感じになるのと、ベースボールキャップとかね合わせると多少今年っぽい雰囲気にはなると思うんですが、多少僕の系統とは違いすぎるのかなと思ったので程よく組んでみました。結構こういった原色のトップスにエアフォースワンって結構武骨で男らしいコーディネートだと思うんですが、こういった V ネックのベストにネックレスだったりとかピアスだったりとか、さらに結構ね今遠目じゃ見えないと思うんですけど、リングね 2,3 個つけて、でなおかつレザーのねこう小さめのバッグを合わせると中性的な印象になるので、今回の動画は最初から最後まで少し系統がね少しカジュアルだったり攻めていたりレディース感のあるコーディネートをしたりと、まあ、いろんなコーディネートに挑戦してみたんですが、ぜひ、今回の動画少しでもファッションの面白さが伝わっていただけたらなというふうに思います。では、今回の動画少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上源氏の動画でした。ありがとうございました。